この動画では、社会の歴史分野、江戸時代、元禄文化、化政文化について学習します。チャンネル登録で更新情報をゲットして、今すぐライバルに差をつけましょう。第1問。京都と大阪のことを、まとめて何と言いますか？正解は、髪型です。京都と大阪のことを、まとめて髪型と言います。第2問。江戸幕府の5代将軍は誰ですか？正解は、徳川綱吉です。江戸幕府の5代将軍は、徳川綱吉です。第3問。5代将軍、徳川綱吉の頃に、髪型を中心に栄えた町人文化のことを、何と言いますか？正解は、元禄文化です。五代将軍、徳川綱吉の頃に、髪型を中心に栄えた町人文化は、元禄文化です。第4問。江戸時代に髪型で作られた、町人や武士たちの、生活や欲望を生き生きと描いた小説のことを、何と言いますか？正解は、浮世草子です。江戸時代に髪型で作られた、町人や武士たちの、生活や欲望を生き生きと描いた小説のことを、浮世草子と言います。第5問。公職一代男、日本永代蔵、世間宗山陽を書いた、浮世草子の代表的な作家は誰ですか？正解は、伊原西鶴です。浮世草子の代表的な作家は、大阪の町人、伊原西鶴です。代表作には、公職一代男、日本永代蔵、世間宗山陽などがあります。第6問。曽根崎心中や、国選や合戦などの作品を書いたのは誰ですか？正解は、近松門左衛門です。曽根崎心中や、国選や合戦などの作品を書いたのは、武士出身の近松門左衛門です。第7問。近松門左衛門は、何の脚本の作者ですか？正解は、人形浄瑠璃、歌舞伎です。近松門左衛門は、人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本の作者です。町人の生き生きとした様子や義理人情の世界などを感動的に描きました。代表作は、曽根崎心中や、国選や合戦などです。第8問。東北地方や北陸地方を回って、大垣に至るまでの旅の様子と、各地で詠んだ俳句が記された紀行文のことを、何と言いますか？正解は、奥の細道です。東北地方や北陸地方を回って、大垣に至るまでの旅の様子と、各地で詠んだ俳句が記された紀行文のことを、奥の細道と言います。第9問。奥の細道の作者は誰ですか？正解は、松尾芭蕉です。奥の細道の作者は、松尾芭蕉です。奥の細道には、松尾芭蕉が弟子を連れて江戸を出発し、東北地方や北陸地方を回って、岐阜県の大垣に至るまでの旅の様子と、各地で詠んだ俳句が記されています。第10問。松尾芭蕉が、立石寺、山寺で詠んだ俳句は何ですか？正解は、静かさや、岩に染み入る、蝉の声です。第11問。松尾芭蕉が、平泉で詠んだ俳句は何ですか？正解は、夏草や、
つわものどもが、夢のアートです。第12問。松尾芭蕉が、最上川で詠んだ俳句は何ですか？正解は、さみだれを、集めて林、最上川です。第13問。三味線の伴奏による語り物と、操り人形が結びついた人形芝居を、何と言いますか？正解は、人形浄瑠璃です。三味線の伴奏による語り物と、操り人形が結びついた人形芝居は、人形浄瑠璃です。第14問。歌舞伎踊りを始めたのは誰ですか？正解は、出雲の国です。歌舞伎踊りを始めたのは、出雲の国です。第15問。歌舞伎踊りから発展し、江戸では市川團十郎、上方では坂田藤十郎などの名優が人気を集めた芝居のことを、何と言いますか？正解は、歌舞伎です。歌舞伎踊りから発展し、江戸では市川團十郎、上方では坂田藤十郎などの名優が人気を集めた芝居は、歌舞伎です。歌舞伎や人形浄瑠璃は、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。第16問。装飾画、風神雷神図屏風を描いたのは誰ですか？正解は、俵屋宗達です。装飾画、風神雷神図屏風を描いたのは、俵屋宗達です。第17問。装飾画、紅白梅図屏風を描いたのは誰ですか？正解は、尾形光琳です。装飾画、紅白梅図屏風を描いたのは、尾形光琳です。第18問。世の中の人や風景を描き、後に、木版画によって大量生産されるようになった絵のことを、何と言いますか？正解は、浮世絵です。世の中の人や風景を描き、後に、木版画によって大量生産されるようになった絵は、浮世絵です。第19問。浮世絵を大成させた人物は、誰ですか？正解は、菱川師宣です。浮世絵を大成させたのは、菱川師宣です。第20問。菱川師宣の代表作は何ですか？正解は、見返り美人図です。菱川師宣の代表作は、見返り美人図です。第21問。18世紀末から19世紀初めにかけて、江戸を中心に栄えた町人文化のことを、何と言いますか？正解は、化政文化です。18世紀末から19世紀初めにかけて、江戸を中心に栄えた町人文化は、化政文化です。第22問。東海道中膝栗毛の作者は誰ですか？正解は、十返舎一九です。東海道中膝栗毛の作者は、十返舎一九です。第23問。街道を旅する二人連れが引き起こす、さまざまな出来事を、面白おかしく描いた、東海道中膝栗毛のような本のことを、何と言いますか？正解は、滑稽本です。街道を旅する二人連れが引き起こす、さまざまな出来事を、面白おかしく描いた、東海道中膝栗毛のような本のことを、滑稽本と言います。
第24問。南宋里見八犬伝の作者は誰ですか？正解は、滝沢馬琴です。南宋里見八犬伝の作者は、滝沢馬琴です。第25問。幕府の政治を批判したり、民衆の日常生活を面白おかしく表現したりした、五、七、五の17文字からなる俳句の形式になっているものを、何と言いますか？正解は、川柳です。川柳は、五、七、五の17文字からなる俳句の形式で、幕府の政治を批判したり、民衆の日常生活を面白おかしく表現したりしました。第26問。幕府の政治を批判したり、民衆の日常生活を面白おかしく表現したりした、五、七、五、七、七の和歌の形式になっているものを、何と言いますか？正解は、狂歌です。狂歌は、五、七、五、七、七の和歌の形式で、幕府の政治を批判したり、民衆の日常生活を面白おかしく表現したりしました。第27問。役人の、子はにぎにぎを、よく覚えという川柳は、誰の政治を批判したものですか？正解は、田沼意次です。役人の、子はにぎにぎを、よく覚えは、田沼意次の政治を批判した川柳です。第28問。世の中に、かほどうるさきものはなし、文武と言うて、夜も寝られず。白川の、清きに魚の、住みかねて、元の濁りの、田沼小石。という教科は、どの改革を批判したものですか？正解は、官制の改革です。世の中に、かほどうるさきものはなし、文武と言うて、夜も寝られず。白川の、清きに魚の、住みかねて、元の濁りの、田沼小石。は、官制の改革を批判した教科です。第29問。菜の花や、月は東に、日は西に。という俳句を詠んだのは誰ですか？正解は、与謝蕪村です。菜の花や、月は東に、日は西に。という俳句を詠んだのは、与謝蕪村です。与謝蕪村は、自然の風景を表現しました。第30問。明月を、取ってくれろと、泣く子かな。すずめの子、そこのけそこのけ、大馬が通る。という俳句を詠んだのは誰ですか？正解は、小林一茶です。明月を、取ってくれろと、泣く子かな。すずめの子、そこのけそこのけ、大馬が通る。という俳句を詠んだのは、小林一茶です。小林一茶は、弱い立場の者の素朴な感情を表現しました。第31問。富士山を主題に描いた風景画、富嶽36景の作者は誰ですか？正解は、葛飾北斎です。富士山を主題に描いた風景画、富嶽36景の作者は、葛飾北斎です。第32問。東海道の宿場や旅人の様子を描いた風景画、東海道53次の作者は誰ですか？正解は、歌川広重です。東海道の宿場や旅人の様子を描いた風景画、東海道53次の作者は、歌川広重です。第33問。美人画の作者として有名な人物は誰ですか？
正解は、北川歌麿です。美人画の作者として有名な人物は、北川歌麿です。第34問。役者絵の作者として有名な人物は誰ですか？正解は、東洲斎写楽です。役者絵の作者として有名な人物は、東洲斎写楽です。元禄文化のまとめ。五代将軍、徳川綱吉の頃に栄えた、上方、京都、大阪を中心とした町人文化です。文学、浮世草子、井原西鶴、代表作は、公職一代男、日本永代蔵、世間宗三様です。歌舞伎、人形浄瑠璃の脚本、近松門左衛門、代表作は、曽根崎心中、国戦や合戦です。俳諧、松尾芭蕉、代表作は、奥の細道です。絵画、装飾画、俵や宗達、代表作は、風神雷神図屏風です。尾形光琳、代表作は、紅白梅図屏風です。浮世絵、菱川師宣、代表作は、見返り美人図です。化政文化のまとめ。18世紀末から19世紀初めの頃に栄えた、江戸を中心とした町人文化です。文学、小説、十返舎一句、代表作は、東海道中膝栗毛です。滝沢馬琴、代表作は、南宋里見八犬伝です。俳諧、与謝蕪村、代表作は、菜の花や、月は東に、日は西にです。小林一茶、代表作は、明月を、取ってくれろと、泣く子かな、すずめの子、そこのけそこのけ、お馬が通るです。絵画、浮世絵、北川歌麿、美人画で有名です。東洲斎写楽、役者絵で有名です。葛飾北斎、代表作は、風景画、富嶽三十六景です。歌川広重、代表作は、風景画、東海道五十三次です。問題は以上です。今回は、江戸時代、元禄文化、化政文化についての学習でした。定期的に、繰り返し視聴して、知識を定着させましょう。チャンネル登録で更新情報をゲットして、今すぐライバルに差をつけましょう。